いやー綺麗ですねすごい綺麗。さあこんにちは、平山茂です。今日はですね11月21日日曜日ですね。現在時刻は、3時38分でございます。どうも皆様こんにちは。今日も一日お休みだった方はいい休日過ごせましたでしょうか。お仕事だったという方は本当にお疲れ様でございます。お疲れ様です。私は今日は、お休みということで、愛知県豊田市の山奥ですね、山奥の方に来ております。ちょっと山奥といったらもしかしたらちょっとこの地元の方には失礼だったかもしれません。すいません、山あいに来ております。たまたまもうノープランでドライブしてましたらこういったロケーションのところに出くわしたということで、ちょっとこれは撮影しなきゃと思いまして、これは結局ね何かは分かりません。木の葉っぱなんですけど、特にモミジとかではないです。ちょっと分かりませんけどもね、もう本当にもうこれを見ただけでも大丈夫、もう大丈夫です。大丈夫ですから、はい、以上です。大丈夫、あなたは大丈夫、大丈夫です、大丈夫ですから。明日からも一日楽しんでいきましょう、楽しんでいきましょう。大丈夫ですから、大丈夫です、大丈夫ですから、本当に大丈夫ですから。というわけでまた明日ですね、また明日お会いしましょう。平山茂でした。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい、おやすみなさい。いいとこです。今撮影終わりに車に戻ろうとしましたら、おじいちゃんに声をかけられて道を教えてくれと言われました。どこに行くんですかと言ったら西尾と言ってました。あ、ご縁ですねと思いまして、でちょっとカーナビがあんまりよく分からなくて、案内がぐるぐるしちゃってるということだったので、あっちですという話をしたら、ちょっと待っててって言われてリンゴくれました。やった、やったやった。おやすみなさい。